コスタンツァ・ダルタ・ビッラは、シチリア王国の女王、オートビル朝の最後の君主、ルッチェーロ2世と3人目の王ヒベアトリーチェとの間に生まれた、コスタンツァ・ディ・シチリアとも呼ばれる。ドイツ語名では、コンスタンツェ本日イリエン。父ルッチェーロ2世は、コスタンツァが生まれる前に死去している。オイノ・グリエルも2世に死死がなかったため、1185年。 彼女が貴族らによって多い継承者と定められていた。しかし1186年1月27日、当時の神聖ローマ皇帝フリードリヒ一世の着男、ハインリヒ六世とミラノで結婚した。21歳のハインリヒ六世は31歳の彼女より10歳年下であった。その結婚が晩婚であったので、13世紀後半以降、 彼女は、修道所の生活を送っていたとする考えが生まれ、ダンテも、新極天国編第3か109行以下で、当時の公費に従って、コンスタンツァを修道所としたらしい。1189年11月1日、グリエルも二世が死死なくして病死したため、王位は、コスタンツァか、彼女の夫である、ハインリヒロクセイが継承するはずであったが、 シチリア人は外国に嫁いだ王女や皇帝に支配されることを嫌って、1190年1月、グリエルも2世のいとこにあたるタンクレーディを王位につけ、新王は教皇により封じされた。それに対して、ハインディヒ六世とヒノコスタンツァは、1190年、教皇の手から大官を受け、シチリア王位を奪おうとシチリアを目指して、軍を進めたが、タンクレーディの抵抗にあって、 ナポリで大敗を喫し、軍に同行していたコスタンツァも捕虜になった。しかし、すぐに解放されている。1194年2月20日タンクレーデが死去した後にグリエルも三世が王位を継ぐが、ハインリヒロクセイはシチリアに再度遠征し、王位を奪った。そしてハインリヒロクセイとコスタンツァは大冠式を行って、正式にシチリア王及び女王となった。 同年、コスタンツァは、当時としては高齢である40歳で、息子、フリードリヒを出産した。高齢出産だったため、彼女は自分が出産したことを証拠立てるために、町の広場にしつらえた天幕の中、貴婦人たちが見守る中で息子を出産したと言われている。所産が遅かったために、彼女の死後すぐに、ハンシュタウフェン派の死書には、様々な噂話が記されることになる。 1195年復活祭の夫不在中には、彼女がシチリアの政務を司り、独断で問題を処理し、自ら文書を交付した。確実な証拠はないが、皇帝たる夫に対する無本の企てに加わったと信じられている。1197年9月20日夫ハインリヒ6世が急死した後、コスタンツァはフリードリヒの折衝として実質的な政務を取った。 ドイツ人を嫌っていたコスタンツは、ハインリヒ6世によって、シチリアに報道を与えられていたドイツ貴族を追放しようとして、ドイツの最高指揮官マルクバルトフォン・アンバイラーラをシチリアから追放した。しかし結果として、この行動は、ドイツ貴族を息子であるフリードリヒの敵に回し、彼らの抵抗によりその50年もの間、シチリアが内乱状態に陥るだけに終わった。 1198年にフリードリヒは、シチリア王位を継承。同年に彼女は夫を追うように死去した。死後、遺言により、ローマ教皇インノケンテウス三世が、フリードリヒの貢献人になった。ありがとうございます。